アルゴイーノは、ランボバルド族の王、および、イタリア王である。ローマ的な名前だが、ゲルマン人である。最初の妻は、フランク王国を再統一した、ゲルマン人ー・クロタール一世の娘クロトジンド。567年パンノニアのゲピド族を、部族長クニムンドともども虐殺し、またクニムンドの娘、ロザムンダオン5歳としたが、クニムンドのドクロハイを、自分の前で、 自慢げに客に見せることが我慢できなかった彼女に572年暗殺された。アルボイーノは、東強盗王国の王族アマル家の血を引いている。アルボイーノの母、ロデリンダが、東強盗王国初代、テオドリック大王の妹アマラフリーダの孫娘だからである。ゆえに、アルボイーノは、アマラフリーダの彦にあたり、アルボイーノとテオドリック大王は相鉄尊と、早々寺の関係で、 テオドリック大王の創尊ゲルマヌスは三十帝である。アマラリックとアタラリックマタスンタ兄弟は三十、おじ母、アマラスンタは三十白祖母である。また、アマラリックの娘ゴイスウインタは三十姉妹、ゴイスウインタの二人の娘は三十名、ゲルマヌスの二人の娘は、東ローマ帝国皇帝、マウリキウスとその皇妃コンスタンティナの長男、テオドシウスと結婚。子女なし。 次女は、マウリキウスの次々大統ローマ帝国皇帝、ヘラクレオスとの間に一男ヨハンネスを設けたモスさん、10名である。アルボイーノの子は、クロトシンドの間に設けたアルプスインだという、一人娘のみである。夫妻に結婚年は不明だが、555年頃、トリーヤの司教ニケティウスが、クロトシンドに、アルボイーノに対して、カトリックに帰依し、 アリウス派に対する寛容な態度を改めて欲しい、訴える書簡を送っていることが、カーポによって唱えられていることから、555年以前と推測できる。また、上記のように567年に、アルボイーノが、ロザムンダを5歳として迎え、それ以前に、クロトシンドは没し,したことが、パウルス・ディアコヌスが記した、ランボバルドの歴史に記されている。5祭、ロザムンダとの間に、 子女はない。娘アルプスインダは、ママ母ロザムンダと父の近所ヘルミキスが父を計略を持って暗殺した後、ロザムンダ、ヘルミキスと共にラベンナの総督、ロンギヌスの下へと連れて行かれた。ロンギヌスがヘルミキスを殺して自分の妻になるようにロザムンダを説得。ロザムンダはヘルミキスが風呂から上がってくると健康に良いからと言って毒の杯を飲ませた。 ヘルミキスは毒を飲んだことを悟ると、ロザムンダの頭上に剣を抜け放ち、残りの毒を飲むように強要した。こうして、ヘルミキスとロザムンダは同時に死んだ。アルプスインダ自身は死ぬことなく、ロンギヌスによって、ランゴバルドの財宝と共に、コンスタンティノープルの東ローマ皇帝の元へと送られたと、パウルス・ディアコヌスは記している。それ以後の消息は不明である。 ありがとうございます。